はい、本日3日目ですね。今起きてですね、お昼なんですけど、まあ、天気はこんな感じです。気温は29度とありましたけど、29度も多分ないですね。今から文道マントという、料理を食べに行こうと思います。なんかこう大きなお皿に、まあ、いくつかこう乗ってるんですよ、食べ物が。で、一番特徴的なのはなんかエビのソース、なんか癖があるソースがあるらしくて、エビかなんか腐敗したエビの匂いがするらしいですけど、多分なんか僕は、ね、食べたことあるっぽくて大丈夫そうだということなんで、今から向かっております。やっぱりね、こう見ると本当に建物とかがベトナムってちょっと特殊じゃないですか。こういう日本では見れないですよね。はいよ。あ、まあ、あとは信号がないね。とにかく信号がない。俺なんかこの子と一緒にいるからまだいいですけど、他の外国人の人とかは危ないですね。見ててぶつかりそうです。日本とやっぱ比べるとどこが綺麗でどこが汚いかって言うとね、この建物は絶対地震があったら崩れるような作りです。で、やっぱりこの電線、こういうの、ああいうのがもうむき出しなんで、まあ台風とかそういうのが強いの来たらもう切れて感電とか普通にあるでしょうねっていうとこぐらいですね。でも本当に人々が優しくていい国ですよ。来たことない人は絶対行った方がいいです。とにかくヨーロピアンも多いし、観光客がとにかく多い。その理由は分かりますよ、来てみたらきっとね。じゃあ美味しいご飯を食べに行っていきたいと思います。はい、今着きまして、やっぱりね、これ、ね、バイクがね、こうたくさん並んでるところは、まあ、この店なんじゃないかっていうことで見ました。モス系がずらっと来てます。え、進んでみると美味しそう。こういうのがさらに並んで出てくるみたいです。で、ほら、わ、いいね。あ、備えてる。やばい、仏壇だ。日本でいう仏壇がある。いいね、涼しくて。よし、ここに座って食べますと。飲み物、何がありますかね、飲み物は。今、飲み物と一緒にこいつが運ばれてきたんですけど、なんかすげえ匂いだった。マジで海のこれね、あの粉がペットボトルとかに入って売ってるんですけど、臭いよっては聞いてたけど、うわー、すげえ、思った以上に臭いよこれ。たまに道でなんだこの匂いって思って、これだったわ。あ、来た。はい、あ、美味しそう。これこれこれ、うまそう。これこれ全部豚もつ、そして腐ったエビの汁につけて食います。お味の方はいかに。え、作ってくれたの、何入れた。おお、あそこにあるレモンとライムとかを入れて、このタレを、特製のやつを作ってくれたみたいです。すげえな、匂いも。じゃあちょっと普通のこの美味しそうな豚のつけでちょっと食べてみます。匂い強烈だな。うん、これは嫌いな人は嫌いな味だ。端っこめっちゃ濃い、くっさ。確かに癖はあるんですよ、この子は。あとすごいしょっぱいんですけど。あ、なんか来た、春巻きだ。あ、乗せてくれた。へえ、美味しそう。これとかも大腸でめっちゃ美味しいんですよ。この子だけです、癖があるの。あとは普通に美味しい豚の、豚だよね、豚料理みたいな。食べるときは気をつけた方がいい。この子はなんかすっごいしょっぱい、だから腐ったエビの塩漬けみたいな、エビの塩漬けを腐らせたかみたいな。順序は味を工夫してます。こういうレモン入れたり唐辛子入れたり辛いのみたいな、砂糖もあるし、工夫して食べてみてください。もうちょっと薄い方がいいかもしれないですね。はい、というわけで
楽しみで全部平らげたいと思います。はい、今これだけ食べ終わりました。食べた感想なんですが、初めてね食べたんですけど、まあ、とにかくこいつですね、こいつ人によっては吐くな、これはっていう匂いです。人によってはね、で、なんだ、まあ例えて言うなら九十九里海岸のまあ一番やばい時期ですね、夏のカニとかエビが大量に死んでるあの時期を口の中に入れてる感じで、その腐敗臭の最後にほのかな塩のこう、なんだろう、こう深みがあるんですよ。まあよく言えば味わい深い料理ですね。これは本当にこうベトナムの人も好きな人と嫌いな人と分かれるっていうのは納得できる味 で食べれない人はそうじゃない、なんか別のやつをもらえるらしいんですけど、まあ、これで食べるのが一番おいしいということらしいです。ちなみにあの犬の肉も同じように腐敗したエビのソースをかけるらしいです。これからちょっとお寺に行きたいと思ってます。すごいな。でも他の普通に肉としては美味しかったんで、ぜひね来た時は試してみてください。好奇心がある人はぜひ挑戦した方がいいと思います。また